さあ、YOSHIKIさん、はい、これが普段メインで使っている焙煎機ですか？そうですね、少量焼くときはこっちで使ってますね。なんか見たことない釜ですけど、はい、なんか雰囲気ありますね。そうですね、一応中国製の、うん、かわいい。熱源は？熱源はガスで、うんうんうん、プロパンですね。プロパンガスで、ドラムはこれ、ハンネップ？ハンネップですね。結構飲ませてもらった味の印象だと、はい、しっかりこうコクにまとめてるなってイメージですけど、そうですね、特別なこだわりとかレシピあるんですか？そうですね、まあ、前半とか結構しっかりやりますね。なるほど、はい、序盤にガーって熱入れて、はい、熱入れますね。でそういうタイプ、緩やかに優しく。なるほどね、はい、皆さんこんにちは、コーヒー愛すぎた男岩崎泰三です。ゴールドキャッスルコーヒーさんでだいぶ盛り上がりましてですね、焙煎のディープな話まで到達してますけれども、皆さんゴールドキャッスルコーヒーさんの紹介動画の方はご覧いただきましたでしょうか？もうすでにアップされてますので、もしまだチェックしてないよという方は概要欄の方からぜひともチェックしていただきたいと思いますが、近所よしきさん、そしてじゅうさん、はい、聞こえてますか？聞こえてます、大丈夫です。いや、すごいいい雰囲気で、でまたコーヒーの味作りがものすごい特別なんですよね。でどうやってこのスペシャルティの華やかすぎちゃうコーヒーをここまで落ち着かせてるのかっていうのを僕焙煎師としてすごい気になってて、はい、やっぱ序盤の加熱、序盤の加熱とやっぱ最後が結構難しいですね、うんうんうん、なるほど。ちなみにあのもう一つの焙煎所の方もね、はい、さっき見させていただきましたけど、はいはいはい、あの富士の釜も結構ね、扱うの大変そうだなって気がしますけど。めちゃ大変ですね。20キロの釜でしたっけ？はい、焼いてます。富士の20キロ釜で、あれもでも焙煎アプローチっていうか考え方としては基本的には同じ。同じですけど、やっぱり焙煎機が全然違うので。全然違う。アプローチが全然違います、ね。あれは熱風機ですよね。はい、あれは熱風機です。熱風機と半熱風機で同じコンセプトで味作っていくのめちゃくちゃ技術。めちゃくちゃ難しいんですよ、マジで。なるほど。はい、でも EC で今販売されてて、多分これだけだと死ぬほど大変ですもんね。そうなんですよ。メインはもう向こうに。そうです。あっちに行ってます。なるほどね、はい。いや、焙煎レシピについても熱く語り合いたいんですけれども、まずこちらのコーヒーのラインナップが面白すぎるぞというところから、面白すぎちゃうんで、さらに面白くしようというところで、ブレンドコーヒーを開発しようという話になりまして、はい、今日この動画の中では、ゴールドキャッスルコーヒー初となるスペシャルブレンドを開発しちゃいたいなと思います。ブレンドコーヒーは、はい、まあ、これまでは作ったこと自体はあるんですか？はい、もちろんあります。でも納得がいってないから店で出してると。そうです、難しい。じゃあちょっとぜひこの後この動画で、まあ、ブレンドコーヒーのあり方について、もしくはブレンドコーヒーでゴールドキャッスルコーヒーが何を伝えたいのかっていうところについて泰三は迫っていきたいなと思っておりますので、はい、なんとかよろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは行ってみましょう。そのたくさん売れるコーヒーとかそういう考え方っていうよりも、私が面白いと思うブレンドコーヒーみたいな形でね、作っていければと思いますが、はい、ブレンドコーヒーを作るということになった成り行きについてはぜひとももうすでに上がってる動画の方からチェックしていただきたいんですけれども、このラインナップ このボトル見た時に、私がこれもう最強じゃないですかと、ブレンド作るしかないじゃないですかって、これあのお店入ってまず最初にね言っちゃったぐらいすごいメンバーが揃ってるんですよ。どういうことかっていうと、それぞれのキャラクターが明確、役割分担がはっきり違うので、こうやって組み合わせることによってものすごく大きな力とか新しいこう必殺技みたいなのを生み出す可能性があるんですよね、チームプレーで。だからそういう点でブレンドコーヒーぜひ作りたいなってそもそも思ってたんですけど、まあ、ぜひ今回ね一緒に、まあ、コラボ企画って感じで言っちゃっていいんですかね。はい、ね、ゴールドキャッスル×泰三ということで、ありがとうございます。ちょっと我々の思いもあるので、それをこうブレンドコーヒーに入れつつそうですよね、はい、もちろんね。いや、まずはゴールドキャッスルとしてどういうコーヒーの方向性なのか、どういうことをお客さんにこう伝えたいのかっていうところ、はい、
まあ、例えば何かこう言葉で表すとしたらありますか。スペシャリティコーヒーをもっといろんな人に楽しんでもらいたい、うん、なるほど、うん、まだまだあの知らない変態だけではなくってことですね、それ間違いないこんな人に人も来ないようなところに店舗立ってますけども、うん、思いだけはあります。もっとこのスペシャリティコーヒーを知らない人たちに知ってもらいたい、はい、で楽しんでもらってる人ももっと楽しんでもらえるようになりたいっていうのは常にあるんですよね。なので、まあ、この、まあ、スペシャリティコーヒーの初心者の方にまず、飲んでもらってこう楽しさが分かるような分かりやすいまずブレンドっていうのもまず作りたいっていうのが一つ。一番でもそれ難しいところですよね。なんかスペシャルティーコーヒーっていうのはこれまでのコーヒーと違う味の世界パーってこう出しちゃってるんで、なんかもうぶっ飛んだ飲み物とかコーヒーじゃないような飲み物にはしやすいんですよ逆に、うん、紅茶っぽいとかワインっぽいとかチョコレートっぽいとかは作りやすいんですけど、普通のコーヒーとつながってる部分をちゃんと残さないと入れないじゃないですか。どうやってこっちに行くんですかみたいな話になっちゃうんで階段をちょっと作ってあげない、そういうことですよね。はい、だからスペシャルティーコーヒーとか今のコーヒーの面白さがまだこう発見されていない方たちが、うわ面白いじゃんガチャッとこう扉開けられるような、まあなんかそういう存在でありたいっていうイメージがお店のコンセプトとしてある、はい、はい、まずそこを、はい、扉を開きたいですね。開きたい。それね、でも先ほどエチオピアのコーヒードリップして飲ませていただきましたけど、それすごい感じますよ、そのコンセプト。だから味に反映できてるんで、それ焙煎のアプローチに関して言うともう完璧にはまってるんじゃないですか、やりたい方向性と味作りっていうのは。だそういう点でいくとあんまり面白すぎちゃってもっていうのはありますね。ゴールドキャッスルさんの持ち味とちょっとずれちゃうような気もするので、なんとなくその安心感、安定感、どっちかというとこう優しさみたいなのをちゃんとこう守りながら、その中にスペシャルティーコーヒーの、まあ、私が考えているスペシャルティーコーヒーの面白さって一つは色彩感みたいな、カラフルな味のフレーバー感みたいなのがあると思うので、なんかそこら辺をうまくこう散らしていけたらなって思うんですけど、でも多分それぞれ思いが強そうな品種ブランドなので、じゃあちょっと3人でそれぞれ1種類ずつ作ってみますか、うん、それ面白そうですね。とりあえず試しに、いきなりそれでどうとかじゃなくて、多分違う味が作られると思うので、はい、で3種類試飲してみて、ちょっとそこで2人のコメントを聞きながら、はい、太蔵が思うギリギリのこう塩梅この辺かなと、うん、どうしても攻めたくなっちゃうのでこっちに持ってきたくなっちゃうんですけど、どこら辺までいけるのかなっていうところは探りたいですよね。なるほど、じゃあまず最初に香りからちょっと試させてもらっていいですか。はい、もちろんお願いします。あー、これ最初に私いただいたエチオピアですね。はい、そうです。結構そのフレーバー感豊かそうだけど、うんうん、ちゃんとしてるって。そうですね、詰まってる感じです。これが問題児ねうおー来た最高ですおーすごいですね、これ滑らかな、うん、マンゴーとかネープオレンジみたいな、こう酸の質感が、これブラジル、あーナッティですね、カリッとした感じで、おおー、なんかこれブレンドの中にうまく練り込みたいやつじゃないですか。固まらますね。そしてコロンビアのこれ中部か、フルシティぐらいですか。そうですね、フルシティ。おお、深入りいいね。そしてマンデリン、うん、王道、王道マンデリンです。なんか何でもできすぎて本当面白いわこれこのブレンド動画で5本ぐらい作りたくなっちゃうような感じですけどさあじゃあ行きましょうか。はい、ぜひお願いします。アイデアは今ちょっとだんだん形になってきているところですけど、まずこのブレンドの方法として、トータルで最終的に YOSHIKI さんでここで抽出していただくので、はい、何グラムでいきますか。30グラムぐらい作っちゃっていい。そうですね、30グラムぐらいあれば十分。30グラム作って3種類同時にドリップしていただいてってことで、はい、じゃあトータルで30グラムになるように、で豆何種類使うかも完全にフリーで、考え方も完全にフリー。なるほど。でそれぞれが考えるゴールドキャッスルコーヒーの魅力、うん、そしてスペシャルティーコーヒーの魅力、はい、だその2つをどうやって合わせていくかっていうのをブレンドで表現という。
じゃあ行きましょうか。はい、ね、お願いします。そうすると、はい、ちょっとこれは楽しみだね。ブレンドとか僕自体初めて作るんです。いや絶対面白いですよ。新鮮、ね、新鮮、新鮮。これはね、あのやっぱ今のコーヒーの面白さってこういうところにあって、シングルでお客さん買うんだけど、はい、家で自分でブレンドして飲んでるって人意外と声聞くと多いですよ。コーヒー好きになればなるほど、いろんな種類買ってちょっとずつ余るみたいなものありますもんね。あるある。このいや悩むね。このやっぱコーヒー初心者にも分かりやすいやつを作りたいですかね、僕は。そうとスペシャリティコーヒーの良さを掛け合わせる。和光コーヒーさんと結構コラボされてますよね。あ、絡まれてるだけだ。絡まれてる違うか、そんなことないそんなことない。結構いい感じになった気がするんだけどな、個人的には。どれをどれぐらい混ぜたか。うわこれ絶対うまいやつできちゃったちょっとこれもうすっげーできたな、これ。ちょっと豆でどれかどれか。うわ全然違うね、全然違うね。なるほど。ああはい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 。性格が出る。ね、その豆混ぜただけでニヤニヤしちゃうっていうね。いいかもいいかもいいかも。じゃあ行きましょうか。じゃあ三種類。はい。じゃあグラインドしていただいて。さあ3種類のブレンドが出来上がりまして、まずはこれはねテストということでサンプルで作っただけなので、これで完成ってことはまずないと思いますけど、結構個性的な違うやつできましたね。どうですか、でも泰造ブレンドは印象としては。印象としてあの結構穴色入れられてたのでガツンとくるものがあるんじゃないかなと。穴色を入れてるってもう香りでもバンバン出ますね。出ますね。あんまりたくさん使わないでくれ感を感じてますけど。まあでもまあそこはね、自由にやらせていただくということでね。コンセプトに合ってればもうそれを具現化していきたい。でもあの重要なところとしてこのコロンビアのチューブ化入り、これをあのコーヒーの古典王道、コーヒーのこれまでの歴史みたいなところとうまく紐付けながらということで、なんていうんですかね、この時間が止まった感とかタイムスリップ感とか、ここで流れてるゆったりとしたこう時間の流れをうまく表現したいなと思って。なるほど。時間軸狂わせたいっていうテーマですよ、はい、これ、はい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 、じゃあ YOSHIKI さん、はい、代表で3種類ドリップ、はい、同時にお願いしちゃっていいですか。わかりました。じゃあお願いします。引いてきますね。よいしょ、はい、すごいいいですよ、状態がめちゃくちゃいい。いや焙煎がいいですよ、やっぱりコーヒー漬けの人生だっていうぐらいだから。豆がすごいいいんで、それは間違いない。豆に導かれるまま焼いてますね。そういうことなんだよね結局焙煎ってそうなんですよ。こっちがどうしたいっていうより豆がこうしてくれとだんだん言ってくるようになるよ ね。やばい、コーヒーと会話できる人に会ってしまった。よく会話してます。俺も会話するタイプで会話っていうのがもうメインじゃないですか。抽出もそうだし焙煎もやっぱりそうなんですよね。昨日までね、目視大阪新梅田さんのセミナーで話してたんですけど、はいはい、慎重に丁寧にやればいいってもんでもないですよって話をしてたんです、コーヒードリップのレッスンの時に。ある程度スピードを上げて一気に攻めなきゃいけないっていうことが結構あるのでっていう話をしてて、丁寧に入れれば入れるほど美味しくなりそうなイメージってあるじゃないですか、はい、ありますね。でもこれ大事なんですよね、こういうあの勢いとか潔さみたいな。潔さは結構いいですね、僕は大切にしてます。あ、潔さを。行くときは行く、行くときは行く。ゴールドキャッスルコーヒー来ましたね。ブレンドの名前もなんかそういうやつにしたいね。行くときは行く、行くときは行くをなんか英語にうまく変えてみたいな。落とし切り、落とし切りで打ち落とし切りですね。さあ出来上がりました。
もう入れてる最中からなんとなくもう香りがすごいですね。もうビンビン来ましたね。そうですよね。なんかすごいコーヒーがありすぎて、まあ美味しいコーヒーになってるのは3種類とも間違いないので、どれが一番うまいのかというような話じゃないと思いますので、あれ通りすがりのちゃんたがこんなとこにも通りすがってんの？あの人ちゃんたか、いやこんなところまで通りすがっちゃうのちゃんたかって。ラーメン屋、ラーメン屋行ってきたの？桜井の川富、川富、あ近くにありますたまたま近く通ったんだちゃんたかもじゃあなんか試飲してちょうどいいタイミングだから、じゃあ行きましょう。ちょっとドキドキしますけどね。試飲スタートということで、ね、じゃあ例のあれで行きますよ、はい、さあそれで行ってみましょう、はい、それでは皆さん召し上がれ。よしきさん、じゅうさん、たいぞうということで1、2、3って一応番号をねつけておきましょう、はいね、じゃあ行きます。1番から。うお液体にするとすごっあれのあれがすごい、あれのあれがああなってますね。おそらく、あーでも飲むとまとまってる。すごいよこの、これいいかも。もうなんかギャップがなんか飲みやすいけど、いや、うん、まずねこの一番の特徴ギャップなんですよ。でこれっても要するにこの店じゃないですか。この市場からこの雰囲気でしょ。香りがね、一番のよしきさんが作られたブレンドはパーって広がってるんですよね飲むとシュッてなるの。これめちゃくちゃ面白いまさにこのお店象徴するような、いい、ね、やっぱり一番分かってるの。もう早かったですもんね、まずやるからすぐ分かってます。一番分かってるちょっと2番いってみます。はい、あ全然違うね本当に。この香りに漂うネーブルオレンジ感がすごい。ああ全然違うわこれ。この兄弟仲良くやってんですか本当に。全然違いますね性格はね。全然違う、全然違う性格は全然違うかも。ジュウさんの方はなんかこうおおらかで本当にこうわーっていう感じですよね。これ飲めば飲むほど味が、うん、面白い香りが引き立ってきますね。2番、はい、結構でもこう味を真ん中のちょっと下の方に全部こう集めてるようなイメージがありますけど、2人のこうその味の作り方、組み立て方、世界観のギャップがすごいってところで、ちょっと3番の大罪の私が来た、この今日初めて来たこのインスピレーションで作った味わい、いいですね。うん、楽しい楽しいユニバですよ、完全にUSJ なイメージになっちゃいましたね。ちょっとテーマパーク感あるすごいね。もういろんなフルーツをギュッと詰め込んだような、うん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 、そうですね、はい、エチオピアの結構こうしっとりとした良さもあるし、うんはいはい、コロンビアのエルパライスの中米の今の最先端の感じもあるし、うんうんうん、カラフルな感じをこう散らばらせてるんですけど、ちゃんとやっぱ地面があるありますね。面白い。タイゾウが作ったのは少しあれかもしれないですね。カラフルすぎるかもしれないですね。ちょっと通りすがりのちゃんたかも行ってみますか。はい、それでなんかこう人間が出ちゃうところが面白いですね。だからこれはあのタイゾウブレンドを出したいわけじゃなくて、ゴールドキャッスルブレンドとしてのあり方だから、私のこう考えるまあ美味しいコーヒーだと、やっぱり3番寄りの、うんまあ、どっちかっていうと明るくて楽しくてワクワクするような感じっていうのを強めに出したいんですけど、はい、この場所に実際来てみるとなんかそれだけじゃないじゃないですか。ワクワク感は当然あるんだけど、どっちかっていうと静かなんで、うんうん、2種類出しますか弟兄で、弟兄のねブレンド兄、ブレンド弟ブレンドブラザーズになる。ブレンドブラザーズ面白いね。いいんじゃないの。これ性格が完全に出てる。出てます。太蔵さんの思うやつをちょっとプラスでそれぞれ入れてもらって、うん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 、いいですね、こう
それぞれベースは僕らのそれぞれにして、それにちょっとワクワク感をこう足してもらう、ちょっとアレンジしていく。あ、いやでもここまで明確にキャラが違うとこれ面白いかも。もっと際立たせるっていうのは私の方で客観的に見ててできるかもしれないです。そういいですね。そうしましょう。実際に本人だとそこまでね、自分もそうですけど、自分の兄弟のこととか知りすぎちゃってなかなかあれですけど、私の印象でもっとそれを分かりやすく持ってくっていうのは面白いかもしれない。ちょっとハッピーもちゃんとかも楽しすぎちゃって。面白いですね。520キロ走った後の感想ちょっと今日520キロ走ったの。一番その雰囲気を表しているのはどれ？ああ、なるほどなるほど。この雰囲気。ハッピーは？一番。ああ、だから最初に来た時の、マジでここ何なんだろうっていう感じの不思議さは出てるよね。不思議さは出てるっていうか。ああ、最初の呼ばれたのが。だんだん落ちてくる。すごい面白いな。いやこれ、ね、タイゾーブレンドでももちろんいいんですけど、はい、全部いいので、はい、確かにここまでキャラクター違うならブラザーズでいきましょうよ。もそうですね、全然違う。例えば YOSHIKI さんの方向性をもっともっとやっぱりこう特化させていくとしたら、はい、このコロンビアのアナイロが持っているパーって明るい香り、強いんだけど実体はないみたいな、はい、その香りに対してこっちのもうちょっと強めに引き締めてあげるとっていうのはありかもしれないですよね。だから 10% ぐらいほどほどに焼き込んでるものを入れてあげると。今こっちのコロンビアはゼロです。これ少し足してあげて、ちょっとキュッっていうのはありかもしれないし、ただそうするとこのコロンビアの質感2番と似てきちゃうので、あえてこれを少しだけスパイシーなマンデリン入れて、このギャップをより広げてあげる、縦方向に。で2番の13の方はどっちかっていうとこう横に広がりのある安定感、まとまり感だと思うので、それをもう少しワイドにこう広げてあげるように。だどっちかっていうとやっぱここら辺のゾーンのものを強調して使っていってあげるっていうのはいいかもしれないですね。だから特徴的なのは多分これなんですよ、これの使い方が絶妙すぎて、なんかまあ完成してるというか完成してるんで、いじらなくてもいいですね。いじらなくてもいい。ここら辺とか増やしちゃうと、ちょっとこう上下方向に立体化しちゃうんで、なるほど。横の広がりを生かすならばあんまりこう派手なのは足さない方がいいですよ。ここら辺のグアテマラ、ブラジルをちょっと入れてみる。ブラジル入れた？ブラジル入れてないです。コロンビア、エチオピアのゲンシャ、エチオピアのシダマのやつと、あと若干ね、5グラムぐらいこれは入れてる。結構4種類使ってるんですね。例えばこれを置き換えてこっちにして、甘みに特化したブレンドに持っていくっていうのはありかもしれないですね。縦方向の時間軸、これと横方向の安定感、優しさみたいな、包容力みたいな、ここら辺で差別化して広げていくと面白いかもしれない。縦と横で全く別の方向のパスの商品ができそうですね。なんかやっぱり兄弟でやってる感じってすごいいい企画をなんか思いついちゃいましたけど、めんどくさいなとか思ってないですか？何ですか？面白いですすごいいいわこれ。いや自分が作ったブレンドも自分なりにうまいなと思いましたけど、なんかこう人柄が出ちゃうと、これは俺が出るよりも2人が出た方が絶対いいですよ。いや皆さんすごい面白いことになっちゃいましたね。これ1種類ゴールドキャッスルブレンド作ってみようかって企画で始まったものの、人柄があまりにも出すぎて、13、YOSHIKI さんそれぞれのキャラクター性、ものの考え方、世界観を最大限にコーヒーの味で表現する。なんかそれでこそゴールドキャッスルって感じしますね。いいですね。2人でだって一緒に力を合わせてアイデアを出し合ってやっているっていうブランドですもんね。そうです。2人ともやっぱり性格も違うし、持ってるスキルも違うし、全然個性が違う2人がこう今一緒にやってるので、やっぱブレンドも本当おっしゃってるようにそれが体現されているような味になってます。なってますよ ね。自分なりに思いますか？それ全然ちゃんと明らかにそうなっちゃってるから面白い。
じゃあそれぞれのキャラクター性をもっと研ぎ澄まさせてということで最終調整をして、はい、じゃあこれいけちゃうんじゃないの、もうこの流れで。いけそうですね。やりましょう。販売できます？大変そうですけど。やりましょう。はい、やります。やりましょう。これは面白いし、なんか2人に会いたくなるようなそういうブレンドコーヒーですね。このコーヒーはじゃあゴールドキャッスルさんの EC サイトの方で販売されるようなイメージ、はい、EC サイトと楽天も合わせて販売する予定です。まあ、この動画が流れる時にはもうすでに、うん、自社サイトの、EC をスタートしておりまして、ほう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 。でそこでですね、ゴールドキャッスルコーヒーのちょっと特殊な定期便を考えてます。普通の EC 販売単品買いだけじゃなくて定期便。そうです。おうおうおう。定期便を用意してるんですけども、うんうんうん、ちょっと特殊な定期便でして、はい、でこれやっぱり我々としてスペシャリティコーヒーを、もっと多くの人に知ってもらいたいと、で楽しんでもらいたい、でまだまだ初心者の人もちょっと分かるように、うん、こういう違いが分かるようになってほしいっていうところがまずスタートして、うんうんうん、まあ、でもそれがテーマでね、こういうブレンド開発まで来てますもんね、はい、うん、これもちょっと飲んでいただきたいっていうのと、うん、ちょっと定期便としてこういう美味しいだけじゃないコーヒー定期便っていうのがあるんです。気になりすぎる関係。美味しいだけじゃないの？だけじゃないです。美味しいのは当たり前なんです。すごいパッケージじゃないですかこれ。面白い。こういうのがありまして、でこれ何かっていうと、うん、この美味しいだけじゃない定期便なんですけども、これはまずスペシャリティコーヒーが3種類入ってるんですけども、それをしっかりと理解しても飲んでもらいたいっていうのがあって、結構こういうコーヒーの冊子って入ってたりするところあるんですけど、うん、全然違う情報が書かれてたりとかするので、うん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 、うちはこの豆に特化してちゃんとその豆の内容をしっかり説明するような冊子を必ず入れてます。めちゃくちゃ勉強になるじゃないですかこれ。これでコーヒーをもっと理解してもらうっていうのがまず一つ、ね、これ毎回違うのが来るの？毎回違うのが入ります。すごくないですかこれ。え、毎月？毎月で毎月これ作るんですか？そうなんですよ。なかなかできないね、ここまでは。特殊なのがこれ4回なんですよ。なので定期便っていうのか、まあ短期便っていうのか、4回で1周するわけなんですね。終わりなんです。ちょっと見たい見たい。なのでまずこれを読んでもらってしっかり理解してもらって、でこの3種の飲み比べをしてもらうと、でこれで違いが少しずつ分かるようになってくると思うんですよね、この理解しながら飲むの で、キャラクター全然違うもんね。確かに初回は分かりやすいように、違いが分かりやすいものを入れて理解をしてもらうと。でちょっと、はい、最後に気になってしょうがないやつが残ってるけど何これブラインドコーヒーっていうのがあるんです。これブラインドコーヒーチャレンジ、チャレンジ、この3種類の中のどれかが入ってるんですよ、この中に。で名前書いてないんですこれで、最後に飲んでもらってどのコーヒーだったかっていうのを当ててもらうと。なるほど。で QR コードを読み込んでもらうとそこに答えがあるので、試してもらった後に最後にちょっとチャレンジしてもらうようなやつ。すごい。あ、楽しみ方ステップ3まで書いてありますね。まず読む、テイスティングをする、ブラインドコーヒーを楽しむ。めちゃくちゃ面白いじゃないですかこれ。タイゾーも自分の濃度の EC サイトの方でそういったサブスク的なコーヒーの販売の仕方をやってるんですけども、斬新ですね。違いますねやっぱり。いや私は私の考え方で面白いことを提供したいと思いますけど、そういったやり方をさまざまな方たちがそれぞれで展開してるっていうのがやっぱコーヒーの面白さだから、うん、そうですね、素晴らしいじゃないですかこれ。ワクワクするよね、はい、ワクワクしますね。いろいろね、仕掛けがありますね。そうですね、いろいろ考えて、はい、皆さんがよりスペシャリティコーヒーを楽しめるように考えてます。本当ですね。いや私もすでに楽しんでますよ、もうこの時点で。そうですね。いやだからコーヒー初心者だけではなくて、もうすでにコーヒー大好きなんだと、うん、でそういう方たちも新しい視点で、まあ、これまで飲んだことあるものかもしれないですけど、でも新しい視野で見ると違う味するんですよやっぱり、うん、でそこがねコーヒーの奥深いところだし、ね、やっぱり答えが一つじゃないって部分だと思います。うん、皆さんぜひともこちらでチェックしてみてください。ゴールドキャッスルコーヒーの美味しいだけじゃない定期便、そしてどういう仕上がりになるかは実際に皆さんに体験していただきたいですが、13よしきさんの
兄弟ブレンド対決。兄弟ブレンド対決。どっちが売れるか。売れるか。売れるかってセットじゃなくてバラで売りますから。バラで投票がどっちが売れるか。棒グラフが。まあまあ、あの喧嘩にならないようにセット販売にしましょう、ね。ということで、もう今日突然お邪魔して突然ここまでの盛り上がりということで、楽しかった。前編後編ということでね、お送りしましたけど、前編後編になる、なんとか。なんか結構ほんまですね。ということで盛り上がりすぎましたが、前編後編ということでゴールキャッスルコーヒーの魅力、まあほんの一部だけかもしれませんけれども、皆さんに伝わったならば嬉しいなと思います。まあ、また一番ね、大事なのはお店に来てこの空気を実際に味わってもらうというところだと思いますから、これからまたね、コロナ禍も収まりつつある中で旅できるようになってくると思いますから、桜井市場、はい、何度も入り口の前を通り過ぎちゃう可能性はありますが、まあそれもまた醍醐味というところでしょう。ゴールドキャッスルコーヒーまで皆さんもたどり着いていただければ、絶対にこれはあの特別な体験になることと思いますから、楽しみにしていただきたいですね、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。すごい面白い体験を私自身もさせていただいて、またフラッと遊びに来たいと思います。ぜひ箱なしで来ますので、よろしくお願いします、ね、それでは皆さん、またお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。